皆様こんにちは、コロンエリカと、ピアノには薄井俊樹さんが、今日は演奏してくださっています。こんにちは、ピアニストの薄井俊樹です。今日はお楽しみください。
リビングルームコンサート3月8日に配信しました折には皆様のたくさんの応援をいただいて本当に私たちも元気をいただきました。今日は第2弾ですが、早速ですね、もう素敵な特別ゲストが後で登場しますので皆様どうぞお楽しみに。不安が多い今日この頃ですけれども、たまにはもうリビングルームでゆっくりくつろいで音楽を楽しんでいただきたいなって本当に心から思いますよね。そうですね、はい、私たちもこうやって一緒に演奏したり配信したりすることもいつまでできるかわからない状況かもしれませんけれども、今日は心を込めて音楽を届けたいなと思います。で今日のプログラムを始めた、最初の曲ヘンデルのリナルドのオペラの中から私を泣かせてくださいという曲で自由を恋焦がれてですね、今の過酷な運命の中で涙を流させてくださいっていう曲です。まあ、泣きたい時は泣いてもよし、笑う時は思い切り笑ってみんなで乗り越えたいなと思います。で次の曲に行きます前に、はい、私からちょっとお願いなんですけれども、今本当に最前線で、ご自分のリスクとかご家族のリスクも負いながらですね、みんなの命を守るために一生懸命昼夜問わず戦ってくださっている感染症の対策の方々、そして医療従事者の方に心からのエールと感謝を込めて、画面の前の皆様もぜひ一緒にですね1分間拍手を送りたいと思います。では皆さんお手の準備よろしいでしょうか。では皆さん頑張ってください。まだまだ、大変な状況が続くかと思いますが、皆様どうぞどうぞ体にお気をつけていらしてほしいなと思います。ではそういった方々への感謝の気持ちも含めて、アベマリアの祈りの歌を、そして、続けて世界中でいろんなところで本当にたくさんの方が亡くなっていらっしゃいますけれども、ご家族とかご友人に、見取られることもなく亡くなった方がたくさんいらっしゃいます。ご冥福をお祈りしてフォレのレクイエムから PAS を送りたいと思います。
では続きまして、大島満さんがふるさとを思う人々の心を込めたマイホームタウンという曲を歌わせていただきます。そしてこの季節、卒業式への出席が叶わなかった方や楽しみにしていた入学式が延期になったりできなかった方もたくさんいらっしゃると思います。卒業式でよく歌われている曲ということで今回初めて命の歌という曲を教えてもらいました。これを人生の節目を迎えられている皆さんに送りたいと思います。Thank you.
続きまして、このコロナ騒動が起きる前はですね、世界中を飛び回っていて、いつも飛行機の上にいるので、なかなか日本で捕まえるのが大変なピアニスト、臼井俊樹さんの、はい、せっかくなのでピアノソロも聴かせていただきたいなと思うんですけども。ありがとうございます。今日はどんな曲を聴いていただけますか？ですね、ジョージアの今一番旬じゃないですね、巨匠ですよね、ジョージアの宝と言われているバーシャ・アザラシビリっていう作曲家がいらっしゃるんですけどね、エリカさんもね CD で今度もしかしたら秘密の曲かもしれないですけど、まだ言っちゃいけないかもしれないけど、素晴らしい曲があるので、その中から無言歌とノクターンっていう2曲をお届けしたいと思います。宇津井さんはジョージアでもこの作曲家の方とお会いになったことありますか？会ってます、実は先月。先月。何回も今まで。そうですね、ちょっとギリギリだったんですけど、ワインを一緒に飲みながら曲のことを語ってましたね。いいですね。私初めてアザラシビリの演奏を聴かせていただいたのは、はい、横浜シンフォニエッタさんが、はい、アザラシビリプログラムで全部コンサートをアザラシビリの音楽でされたことがありましたね。ありましたよね、はい、もう本当に感動したのを今でもよく覚えてますけれど、では無言歌とノクターン、はい、今御年84歳の作曲家です。すごい。それではお楽しみください。新しみりさん。Thank you.
ございました。本当にねジョージアの本当に宝の作曲家で本当に美しいメロディーですよね。あの皆様ぜひこの曲を聴いた後にインターネットでググってみてください。そしたらいろいろな曲が出てきますので、またいろんな動画とかねそういうものも出てきますので、お楽しみいただけると思います。宇津井さん本当に素敵な曲をありがとうございました。ではここで目の前の画面の前の子どもたちのためにですね、今日は特別にリビングルームコンサートにスペシャルゲストがいらしてくださいました。 NHK E テレのにゃんちゅう宇宙放送中でお年度お姉さんとして活躍中の岡田ひとみさんです。こんにちは、年度の岡田ひとみです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はちょっと皆さんにも作品をお見せしたいなと思いまして、今日のお二人の美しい演奏にぴったりだなと思う粘土の作品を持ってきたんです。すごい、こちら楽器なんですが、みんな樹脂粘土という粘土でできていて、もう三味線のこちらですね、三味線も粘土なんですが糸だけ本物で作っているんですよ。いや、こういったものができるんですが、今日はこれとは違う白くて軽い粘土を使ってエリカさんや薄井さんの音楽に合わせて初挑戦なんですが作品を作り上げたいと思います。いやすごい、皆さん楽しみにしていてください。じゃあ音楽を聴きながら、はい、粘土が作品がどんどんできていく様子を皆様一緒に見守っていただきたいなと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。できてきました。では続けて、あ
ひとみさん、なんだかたくさん作品を作ってくださっているようなんですけれども、はい、ちょっと慌ただしく作ってしまったんですが、ちょっと今まで作った作品をご紹介したいと思うんですが、まず最初の作品、慌て床屋では、はい、びっくりしているうさぎさんをかわいい作ってみました。ちょっと口がポコッと開いているんですが、爪楊枝で穴を開けてというびっくりしているうさぎさんでした。そして雨降りくまの子では、やっぱり雨の後は虹がかかるなと思ったので虹を作ったんですが、こんな感じで、いやー、かわいらしいパステルカラーにしてみました。早く虹が見たいなという感じです。そして背伸びをしている子供ですね、早く大人になりたいなという感じの女の子を作ってみました。本当だ、手が上の方に伸びてますね。背伸びしてます。そして最後なんですが、ザローズのバラですね。とってもちっちゃい作品なんですが、この作品だけ樹脂粘土という粘土を使って、細かい花びらやそれからバラの花を表現してみました。すっごい、ちょっとここからじゃ肉眼でも見えないぐらいちっちゃいですけれどもはい、こちらの作品を最後一つの作品にまとめて、一つの世界観に閉じ込めたいなと思っています。おー、すごい。ちょっとうまくいくか私もドキドキしているんですが、皆さんも楽しみにしていてください。では最後は、星に願いをを歌いたいと思いますけれども、この歌を歌わせていただく間にですね、これらの作品が一つに集まっていく様子をどうぞご覧ください。Makes no difference who you are.
だか立体的になってる。すごい。最初に地球を、私たちの星地球を作って、そして虹をかけて、バラを、花を散らして、そしてみんながハグしているっていうところを作ったんですが、もう私も世界中に会いに行きたい友達や、うん、これから会いたい子どもたちがいるので、うん、早くみんなとハグしたいという気持ちを込めて作りました。いや本当に、なんかこの子たちが私たちの思いまで背負ってハグしてくれてるみたいで、なんかもう胸がいっぱいになります。いや本当にありがとうございました。拍手。岡田ひとみさんは普段は粘土教室をされていらっしゃいますけれども、はいはい、これからもテレビで番組を見たりすることはできますか？そうですね、今は NHK E テレのにゃんちゅ宇宙放送中でお粘土お姉さんとして出演していますが、テレビを見たり、それから粘土教室もね、またできたらいいなと思っていますので、皆さんにも子どもも大人も粘土を楽しんでいただけたら嬉しいです。皆さんもぜひ遊びに来てくださいね。私も実は家族をと一緒に子供を連れて行ったんですけれども、はい、もう子供じゃなくて親の方がもう夢中になっちゃって、粘土教室本当に楽しかったです。またまた行ける日を楽しみにしてます。また一緒にコネコネしましょう。はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で、宇津井さんはこれからはどんなご予定でいらっしゃいますか？そうですね、今ねこういう時ですので、ちょっとね4月5月とかはね厳しいんですけど、6月にこのままね収束すれば、兵庫県の、ね、豊岡市木の先温泉の近くで子供たちのための音楽祭、音符の祭典というのがあるんですけど、そこでいろいろ弾いたりイベントがありますので、ぜひ近畿圏の方ね、東京からでもいいですけど来ていただければ、素晴らしい音楽祭が待ってます。子どもたちのためです。楽しみですね。音符の祭典ですよね。はい、もう名前からして楽しそうですね。そうですね。はい、では最後に、私もちょっとだけお知らせですけれども、はい、5月22日に予定していたオペラシティなどのコンサートは中止ではなくて延期になりました。10月の2日に開催予定でございます。5月には今日歌わせていただいた曲も何曲か収録した CD が出ますので、またぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。で、今日はですね、この素敵な会場、高木クラビアさんにご協力いただきました。本当にありがとうございます。画面からもうこの雰囲気が見ていただけると思いますけれども、やっぱり生の音をまたぜひ皆さんに聞いていただきたいなと心から思います。6月にですね、清井ホールで3台の、ヴィンテージのスタンウェイとプレイエルを使ったコンサートが開かれます。こちらもですね、ぜひ会場で生の音を生きてる喜びとともに感じていただけたら嬉しいなと思います。では高木クラビアさん、本当にありがとうございました。はい、ではリビングルームコンサートお楽しみいただけましたでしょうか。最後は恒例の曲です。今日は皆様にも歌っていただきたいと思います。そして岡田ひとみさんもなんと今日は一緒に歌ってくださいますので、こちらにお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。かわいい作品。じゃあこの作品ちゃんを私たちのお守りにして、私たちはソーシャルディスタンスを保持ちながらですね、今日こっちに歌詞を書いてきました。あえみばなな、これを何回も繰り返しますので、皆様ぜひ一緒に歌ってみましょう。で、手話もつけますので、チャレンジしてみたい人は手話も一緒にやってください。では行きましょうか。はい、お願いします。Thank you.
そしてイカさん、コロンエリカでした。